チブラ・バンソンは、ベルギー原産の犬種の一つである。ブリュッセル・グリフォン、ベルジアン・グリフォンの単毛版の犬種である。1800年代にブリュッセル・グリフォン、ベルジアン・グリフォンが単噴種へ改良されるにあたって、生まれたもので、かつては副産物でしかなかった。ブリュッセル・グリフォン、ベル、主にネズミを狩るのと愛眼犬として使われていた。こちらは、もともと副産物で安価だったため、 庶民階級の人に人気が出て、ブリーディングが行われるようになった。現在は副産物でなく、固有の剣士として扱われ、フシーにも公認登録されている。そこでは、ブラバンソンとブリュッセルグリフォン、ベルジアングリフォンをそれぞれ別の剣士として公認しているが、ケネルクラブによって公認の扱い方が異なっている。三剣士をすべて同じ剣士のバリエーションとして公認していたり、 ベルジアンとブリュッセルを同一犬種、ブラバンソンを別犬種として公認しているケネルもある。日本でもブリーディングが行われていて、毎年国内で子犬も生まれている。2009年度の国内登録等数順位は134位中94位であった。ブチブラバンソンブリュッセルグリフォン、ベルジアングリフォンとは異なった性質を持つ。マズルは、 潰れていて顔にはシワがある。胸が広く足は細め。一見するとパクの色違いのようにも見えるが、パクの顔は困り顔であるのに対し、ブラバンソンは怒り顔である。コートは滑らかなスムースコートで、毛色はレッドやホーン、ブラックタンなど。耳はボタン耳、オア、タレオだが、オア、かなり短く暖をすることがある。 体高21から28センチメートル、体重2.5から5.5キログラムの小型犬で、性格はほがらかで知的、活発だが頑固でマイペースな面もある。主人家族に対しては、有効的だが、見知らぬ人に対しては慣れ慣れしくしない。運動量は少なめだが、寝ている際には大きないびきをかくので注意が必要である。かかりやすい病気は心疾患、難航外過腸症。 抗害列、窒息、熱中症、尿路疾患、関節疾患、目疾患などがある。また、太りやすい体質なので肥満には注意が必要である。なお、ブリュッセルグリフォンと同じく、ブリーディングが最も難しい研修の一つである。この点の詳細は、ブリュッセルグリフォン特徴を参照すること。ありがとうございます。